悩み事や心配の種って尽きないですよねどんな時でも何か悩み事や心配事があるのが人間っていうものかもしれませんですがそんな悩み事や心配事に押しつぶされそうになってしまい日々暮らすのが辛くなってしまうことありますそんな時どうやったらその苦しみや悩みから解放されるのか ちょっとと考えてみたいと思い思ます最近のことなんですが僕には二十歳になる娘がいますその子が就職のことで悩んでいましたどうして自分のやりたいことがよく分かっていないからどんなところで働いたらいいのかが分からない働き始めたら一体何が起きるのか不安だそして毎日を日々 つらそうに過ごしているのを見ていたら親として何かしてあげたいそんな風に思いましたところがそんな就職のことに関することですから親が何か手を出せることがあるわけではありませんそのうち娘はだん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 イライラして物何かに当たるようになってきました母親に毒づいてみたり物を投げてみたり家の中で 暴れるようになってししままいましたそんな姿を見て私たち両親はとても悩み苦しみました一体どうしたらあの子のことを助けてあげられるんだろうってですがふっと考えてみたらその悩みを解決することができるのは本人しかいませんつまり私たちは見守ることしかできないそんなことに気づいたんです考えてみると その悩み事問題は一体誰のものなのかそれを間違ってしまうと悩まなくていいことについて散々悩んでしまうことになりかねませんつまり問題が起きて不安や苦しみを感じたら一体それは誰の課題なのか本当に自分の課題なのか解決するための方法は誰が持っているのか そこについてよく考えてみることが大切だと思います自分の問題であれば自分が解決するですが他人の問題に自分が解決の方法を見つけることはできません事実と考え方をきっちり分けることとても大切なことだと思いますもし皆さん皆さんの中で何か不安事や心配事があったとしたらそれは一体 誰のの問題なのかそこについてもう一度考えてみませんかもしその問題が自分のことでないとしたらなその問題で悩んでいる自分全く意味がないそういうことになりますよね自分ができることに集中するそれは誰のどんな問題なのかをきちんと切り分けるところから始まります自分自身ができることに集中するためにその問題が誰の問題なのかしっかりと見極めることが とても大切です